あの訓練みたいなビート作りに挑んでくれるビートメーカーを紹介していきましょう。まずは左手、モイストインザハウス。で、対するは今日初挑戦だよね、このビートメイク。緊張してる、そう、緊張してるね、緊張してるね。ヨーピーインザハウス。まずはレコードをこの中から1枚弾きます。はい、モイストさんも、そう、あのね、はい、じゃあ、じゃあまずはヨーピンさんから、教会のやつ、あ、かけちゃった。あのね、全体的にこういう感じ、これがどうやってヒップホップになっていくかっていうのはこの企画の醍醐味だからね。ヨーピン、ビールよ。あー、なるほど。よし、もういいかな、A面は。じゃあ、お願いしてもらって。同じになる。うん、いいですか、どんな感じだろうか。まあ、和太鼓だね。声、ああ、ある意味早い。そう、これさ、家でじっくり作りたいよね、こういうやつはね。家でじっくり作るとすげえやばい。シャウトが、シャウトが入っている。日本語のシャウトが入っている。じゃあ OK、そんなもんにしようか。止めて。じゃあ対するモイスト先生は、おお、なんだろう、マットリブが イントロで使うやつみたいな。で、このレコードは終了みたいな、そういう感じだね。いや、これ長え。長え。うまこれやばいですね。歌とこの楽器しかない曲の可能性がありますね。もうティンパランドみたいなの作るしかねえじゃんみたいな。じゃあそのままにしておきましょうか。 B 面、 B 面も似たようなことになってんだろうな。ああ、お囃子的なね。いやー、なんとも言えないね。まあ、この季節にはぴったりだね。じゃあそんなもんにしておきましょうか。というわけでね、何を言ってるかわからないと思うけど、これを使って今から2人がね、まあ、ヒップホップなのか果たしてベースミュージックなのかわからないけれども、とにかく違う曲に生まれ変わらせます、たった10分間で。じゃあ10分間ビートメイキングスタート。じゃあね、細かい説明をしていくと、まあ今みたいにランダムにレコードを弾いて、でこのレコードの曲を、さっきね鳴ったやべえ感じの曲をこの機材に録音サンプリングして、でこの中でね、いろいろ加工して、こう自分の持ってきたドラムを打ったりなんなりして、とにかく1曲作る、まあ、1曲つっても1ループとかでもいい、とにかく曲を1曲作るっていうのを今から10分間でやります。まあこのサンプリングっていう手法はね、ヒップホップのすごい昔からある手法で、もう80何年とかから普通に行われてたことで、もう既存のレコードから曲を取り出して、で全然違う曲にするっていう。そう、もうそうこうしてる間にもう4分経っちゃったけれどもね。そう、まあ、マジこんなノリで速攻終わりますね。僕も普段はこっちで作ってる側なんですけど、10分とかアホほどあっという間なんで。で、じゃあちょっとね、機材の話に触れていこうかな。まあ、モイストさんが使ってるのは MPC って言って、もうヒップホップで超定番の機材。もうなんかもう出たのもう15年前ぐらいだから、まあだいぶクラシックな機械になっちゃったけど、そう、あれが結構ヒップホップで使ってる人は圧倒的に多い。で対する、ヨーピンさん、これ結構新しい、もうなんだ、どっちかヒップホップとかっていうよりはテクノとかハウスとかで使われてるエレクトロンっていうメーカーの機材なんだけれども、だから多分全く違う曲ができると思うんですよね。こうサンプルしてネタはなんか似たような、和物のちょっとアレな感じのネタなんだけれど、多分全く違うビートができると思うんで、それこも見どころなんですよね。よし、というわけで10秒前、9 8 7 6 5 4 3 2 1、それまで。いやー、ヨーピンから行こうか。じゃあまず最初にどこをサンプルしたかざっくりでも聞かせられるかな。おー、ほー、和だね。なるほど。じゃあこの辺を使ったっていうことで、じゃあこれがどうなったのか。じゃあヨーピン、いいかね。じゃあビート再生お願いします。
ありがとうございました。じゃあね、まだちょっと時間あるから。